皆様こんにちは、ピアニストの菅幸子です。2021年、皆様どのような新年をお迎えになられましたでしょうか。私は、元旦も普通に練習しておりました。2月7日、日曜日14時から東京オペラシティリサイタルホールで、ピアノリサイタルを開催させていただくこととなりました。こちらの演奏会になります。昨年はベートーベンイヤー生誕250周年の記念すべき年でしたけれども、コロナウイルスのせいで多くの演奏会が中止または延期、そういった状況に追い込まれ、私自身も、コロナによる演奏会の延期や中止を経験いたしました。多くの皆様が、大変苦しい、ご状況を、乗り越えられての2021年スタートになったのではないかなと思います。音楽には大きな力があると信じております。素晴らしい、人類の宝のようなこの数々の作品を、演奏会場でお客様と共有できるということは、本当に当たり前のように感じておりましたが、かけがえのない時間だったのだなと、痛感いたしました。そして、手前味噌ですが、このプログラム、とても素敵なプログラムだと思います。同じ時を過ごして喜び感動できる、この2月7日を私自身とても心待ちにしております。さまざまな、ご状況に皆様あられるかと思いますが、ぜひ会場に足をお運びいただけたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。